人牛自由多の GQ ジャパン表紙が即完売。ファンの購買力高まる。広告業界も注目するナンバーアイの影響力。コンデナストジャパンの雑誌。 GQ Japan 12月号特別版が11月1日に神宮寺ユータを表紙に迎えることが発表され、その予約が瞬く間に売り切れとなり、ファンの購買力の高さが浮き彫りになりました。神宮寺ユータは元キングプリンスへのメンバーで、今月15日に平野仕様と岸優太たと共に新グループナンバー I を結成し、 そのデビューからわずか数日で雑誌の表紙を飾ることとなりました。この記事では、神宮寺優太と彼の仲間たちがもたらす、春殺・現象について詳しく掘り下げ、広告業界も彼らに注目している背景を紹介します。神宮寺優太、GQ ジャパンの表紙に登場。11月1日に発売される。 GQ Japan 12月号特別版コンデナストジャパンは神宮寺ゆうタを表紙に迎えます。この表紙について雑誌の PR 担当者は神宮寺さんは GQ が思う現代のジェントルマン像を体現する方であり旅と車という12月号の特集テーマにもふさわしいので起用いたしましたと説明しました。 神宮寺勇太は、そのシンプルで落ち着いた印象のコーディネートで大人の魅力を引き立て、GQ ジャパンの理想的なジェントルマンとして表紙に登場しました。春殺現象が巻き起こる。発表後、雑誌 GQ ジャパン12月号特別版の予約は各ネット書店で瞬く間に売り切れ状態となり、予約難民が続出しました。 SNS 上ではファンたちが在庫切れになる速さに驚きや失望の声を上げ、急いでサイトを行ったけど全部ダメだった、予約できなかった人メッチや多い、といった感想が広がりました。一部の個人店では定価の倍以上で予約を受け付け、雑誌のプレミア化が始まったことも報じられています。 このような春殺現象が起きたことで絶対に手に入れたいと思っていたファンたちは不安に包まれています。平野仕様との成功例、神宮寺優太だけでなくグループナンバーアのメンバーである平野仕様もファッション誌 L ジャパン11月号の表紙に登場した際に同様の春殺現象を巻き起こしました。この現象は 平野の全所属グループ時代から表紙を務めた雑誌を軒並み完売させ、完売キングとして称されるほどの圧倒的な人気を持っています。彼らの成功は雑誌の売り上げだけでなく、彼らが身につけたアイテムや写真に写っているものまで広がっています。平野がインスタグラムに掲載した写真で身につけていたアイテムは、彼のファンからの要望で再販が決定し、 高級ブランド品まで売り切れるほどの購買力を示しました。岸シユタの爆売れ効果。岸シユタもナンバーアイの一員で彼の SNS 投稿による爆売れ効果が話題となっています。 彼は自身の X、旧ツイッターでシンプルなコメントとシュールなフランクフルトを回す5両の動画を投稿し、これに触発されたファンから、岸く君の影響でコンビニでフランクフルト来いました。といった声が続出しました。岸は X で77万人以上のフォロワーを抱えており、その中から多くの人々がフランクフルトを買い求めた可能性があるようです。 彼らの SNS 投稿の影響力。これらの現象は、広告業界においても大きな関心を集めています。神宮寺勇太平野紫耀、岸ゆ太のファンたちは、彼らの SNS 投稿に刺激を受けて様々な商品を購入し、その影響力は雑誌だけにとどまらず、コンビニやブランド品にまで及んでいます。今後、 彼らが音源リリースやライブ活動などを展開すると予想される中、彼らの広告出演によってどのような現象が起きるのか、広告業界が注目している状況です。ナンバー I はこれからさらなる成功を収めることが予想されます。